有本松太郎昭和16年5月13日は、日本の実業家、政治家、海家温泉土地社長、米子元気機動代表取締役、元鳥取県議会議員、元米子市議会議員、地主、海家温泉の基盤を築いた、田島国に片郡に生まれた、有本聖太郎の弟、明治14年鶴橋一本担いで、鳥取に出て、 土木工事に従事して、以来、各地を転々とするうち、明治37年日露戦争中の満州に渡り、鉄道工事を請け負い多くの財を得た。明治26年分家して、一家を創立する。明治末頃には、三院線鉄道工事の関係で、米市に住むようになった。大正7年鳥取県会議員に当選し、土木請け負い業を、菊池神五郎に譲った。 松太郎は、大正9年海中調査を開始し、大正10年5月正式に、海家温泉土地株式会社を発足させた。同年6月には、温泉掘削許可を受けて、掘削に取り掛かり、1ヶ月後温泉源を掘り当てた。その後、旅館大船館の建設、大正11年には、乗り合い自動車会社を始めた。また、大正12年には、 ヨナゴ会計館のヨナゴ電気機,機動株式会社を設立。旅館をはじめ郵便局、交番などを建て、運動場、競馬場も開いた。松太郎が大正10年に会社を設立してから7年間で今日の会計温泉の基盤が築かれた。昭和9年71歳になった松太郎は会社経営から退き、昭和16年78歳で亡くなった。 有本松太郎君邸宅当時、商工業の有力者は同時に地主でもあった。この年度における米子町の地下千円以上の地主名を挙げると次の通りである。二千円三千円の部に有本松太郎の名前が見える。ありがとうございます。